伝統的作風を追求しながら瀟洒な世界を展開し、独特の五本手である半紙、枷、紅枷などが現れた茶碗で人気の高い14代朝日豊斎氏、遠州切り型を思わせる端正な形式と切れ味鋭い高台に、道家特有の品のある枷がほのかに出ている、まさに現代の綺麗錆茶碗です。豊雲斎宗匠の彩雲の銘も添えられ、お茶会を鮮やかに彩るお道具です。